皆さんこんにちは、ターボーです。お題は中森明菜、本日の上の句を読みます。夜ヒットで明菜さんがタトゥーを初披露した時、アンリさんはすげえやりやがったと明菜さんのセルフプロデュース力にびっくりされたようですが、紅白ハイミス・ザ・ショックの時はどんな風に見守ってらしたんでしょうか。それではアンリさん、ご回答よろしくお願いいたします。皆さん、作編曲音楽家の関根アンリです。よろしくお願いいたします。今回ターボーさんへ、僕はターボー君って呼ばせてもらおうかな、とはター君があのライブに来てくれたのがきっかけでね、その時明菜ちゃん絡みの質問を本当にたくさんたくさんいただいて、だったらばということで、それに答える形で今回は進めさせていただこうかなと思ってます。では早速下の句を読ませていただきます。あの当時は結構忙しくて、大晦日も正月も本当なくて、本当ね、どこのスタジオだったか本当忘れちゃったんだけど、レコーディング中にテレビで見ていました。CM なんかね、その当時 CM 撮影とか忙しくて風邪ひいて、熱がなんとね40度近く出ちゃってるっていう風に聞いていて、みたいな、すごく心配しながら見ていた記憶があります。まあでも歌い切ってましたよね。さすがですよね。もうまさにプロ根性ですね。アイミスで言うとね、アイミスを作曲した福士久美子さんとはディレクターの藤倉さんの紹介でお会いしていて、彼女の自宅に遊びに行った時、彼女のデモテープを聴かせてもらったんですよ。でその中にアイミスと愛の孤独のせいっていうのがあって、な、僕すごい好きな感じで、でこれ明菜ちゃんにプレゼンしないって久美ちゃんに提案したんですよね。で藤倉さん経由で明菜ちゃんに聞いてもらったんですね。結果アイミスがシングルになって、アイノーの方はファンファタルの方に収録されましたね。皆さんこんにちは、ターボーです。お題は中森明菜、本日の上の句を読ませていただきます。不思議のエコーなしボーカルについて、明らかにそれまでの明菜さんの歌い方が違う。特にビブラート、ねっとりと絡みつくような、口角を上げて悪魔が笑っているような歌唱イメージが浮かびます。実際の明菜さんは歌唱法を変えていましたか。それではアンリさん、ご回答をよろしくお願いいたします。不思議のエコーなしボーカルっていうと NG になったミックスのことですよね、多分。後にワンダーが出てるんだけど、ワンダーは歌を取り直してるからね、アルバム不思議とは歌い方当然違うんですけど、ワンダーの方はそれまでの明菜ちゃんっぽいって僕は思います。で、不思議は当時明菜ちゃんが目指していたであろうイギリスのね、バンドで黒糖ツインズっていうのがいるんだけど、まあ黒糖ツインズに代表されるような、シューゲイザーとかポストパンクとかゴシックロックとかアンビエントなんかのジャンルがあるんだけども、まあ、そこからの影響が僕には強く感じるかなっていう感じですね。まあ、あと明菜さん、まあ明菜ちゃんのボーカルディレクションって藤倉さんがやられてたんですけど、まあその影響もあるかなとは思うけど、仮歌の影響とかも、もしかしたらあるかもしれないな、って僕は思ってます。それまでの明菜ちゃんの仮歌はね、新倉さんがほぼやってたんだけど、
不思議はね、あの吉田美奈子さんの曲は吉田美奈子さんで、僕らユーロックスの作品は当時のボーカルだった長谷川くんと、新倉さんで、シーナ&ロケッツのシーナさんも歌ったのかもしれないんだけど、その辺ちょっと忘れちゃったんだけど、であそのもう本当にあの出来上がった後に、藤川さんと乗った時に、不思議のさ歌は長谷川のさ影響結構あるよねって藤川さんおっしゃってたのは、記憶に残ってますね。こんにちは、ハーボーです。お題は中森明菜。本日の上の句を読ませていただきます。不思議は、明菜さんには初めから完成形で披露しているボーカルの形が最初のレコーディング段階から見えていたのでしょうか。違っていたらどのような過程を経て完成形のボーカルの形になったのか、その経緯を分かる範囲で教えていただけますか。それではアンリさん、ご回答よろしくお願いいたします。明菜ちゃんの場合、ボーカルレコーディングにはあの最初のスタッフしか入れないんですよ、集中力が切れちゃうからって。なので、実は歌い入れ現場に立ち会ったことないんですよね。だから最初からの完成形までの経緯っていうのは、具体的にわからないんですよ。当時明菜ちゃんの歌入れとほぼ同時に僕たちはね、あのユーロックスの自分のバンドのねレコーディングメガトレンドを作ってたんで、山中湖のスタジオにずっと缶詰だったんですよね。で、当時藤倉さんから歌入れ大変だよみたいなことは全然聞いてないので、おそらく、とてもスムーズに進んでいたんじゃないのかなと思います。そもそもね、あの不思議が出来上がる経緯の中で、ユーロックスのデモテープを明菜ちゃんが聞いてこれやりたいって言ったわけなので、その時からずっとデモテープ聞いてったはずだから、多分その自分の歌い方の方向性みたいな、ビジョンは、割と明確だったんじゃないかなと思いますね。皆さんこんにちは、ハーボーです。お題は中森明菜。本日の上の句を読ませていただきます。アルバム不思議に選曲漏れした曲で、後に世に出たフィンと危ないモナムール、ファイヤースターター、ミステリー、不思議、ワンダーデザイレコーディング、これらの楽曲はレコーディングまたはその後のエコーがけ等も行っていたのでしょうか。それではアンリさん、ご回答よろしくお願いいたします。実はその辺の経緯もね関わってないんですよ。なのでよくわからないんです。ただ、ワンダーに関して言うと、ディレクターの藤倉さんからはね、当時あのちょっとちゃんとね歌が聞こえるようにしたからさ、あの不思議の時は本当にごめんねって言われたことを覚えてるんですよ。あのリバーブをワンダーでは薄くするっていうかね、普通にっていう、今聞くとそれでも結構深めだとは思うけど、でもそれをちゃんとその質感を変えるっていう意味でも歌い直すっていうことをね明菜さんは選んで、だからそこにもこだわりというか、ファンの皆さんに対するそういうなんていうかな誠意っていうのをすごい感じましたね、僕は。あとはね、そのワンダって実はの CD 純金のねコーティングをされてるわけですよ。でそれもあの本当に音がいいんですよ。なので、そこのこだわり
もやっぱすごいなって思いましたね。皆さんこんにちは、ターボーです。お題は中森明菜、本日の上の句を読ませていただきます。アンリさんは音楽プロデューサー、作曲、演奏家ら、ミキシング、ボイストレーナー、スタジオミュージシャン、バンドと幅広くご活躍です。来年も舞台の方でのお仕事をされると伺いました。いろいろなお仕事をなされるアンリさんから見た明菜さんのパフォーマンスで、これはすごいとなったものを一つ挙げていただけますか。歌唱や演出、ミュージシャンの演奏、照明、セットなど、一つの芸術作品としてどんなところがすごいかも合わせてコメントをお願いいたします。それではアンリさん、ご回答をよろしくお願いいたします。わー、難しい質問が来ましたね。はい、じゃあ早速下の句を読ませていただきます。本当にマジで一つ選ぶのは難しいよね。まあ、例えばタトゥーは自分で作っといてなんなんだけど、本当に難しい曲だし、まあ、半音階でね、あの抑揚つけるのも難しいメロだしね。あのでもね、最初の夜ヒットから読売ランドのライブまででもすごい完成度が上がってるって僕は思ったんですよ、ね、で衣装も曲によって七変化するじゃないですか、秋野さんって。で例えば1曲について、例えばタトゥーでも何通りあるんだろうって感じですよね。難しいな。でまあ一つ選ぶとしたら、僕リアルタイムで見ていて腰抜かしたから、やっぱり夜ヒットでの不思議ですかね。当時見ていた人もびっくりしたんじゃないかなと思いますよ。まあね、本当によくね、あの曲側のプロデューサーさんとか関係者さんとかダンサーとか、いろんな、もちろんミュージシャンねも含めて、いろんな人があの世界観を共有してやったわけでしょ。すごいよね。しかも生放送だからね、今じゃできないと思うしね。あともう一つはね、その明菜ちゃんって、あのカメラ割りが完璧に把握してるんですよね。目線や体の動きや衣装の使い方完璧でしょ。舞台でも同じだからね。まあそういうとこ含めて本当すごいアーティストなんですよね。皆さんこんにちは、ターボーです。それではお題は中森明菜、本日の上の句を読ませていただきます。明菜さんの人間的な魅力についてお伺いいたします。明菜さんは人を巻き込む力があるとYouTube でアンリさんがおっしゃっていました。レコーディング中やその他、私たちが知らない場面での明菜さんで、思わずこういうところに巻き込まれちゃうんだよなというエピソードをご紹介いただけますか。それではアンリさん、ご回答をよろしくお願いいたします。明菜ちゃんと仕事現場で直接やり取りしたことって実はなかったんですよ。だから素の明菜ちゃんって知らないっていうかね、あの飲み屋とかで実は会ったことは何度もあるんだけど、まあお互いにね、彼女もプライベートだったから、もう本当に挨拶程度だしね。まあ、でもね、藤倉さんとはほとんど毎夜飲みに行ってたんですけど、まあ、そこで明菜ちゃんの話はいろいろ聞いていて、
まあ今明菜こんなことに興味があるとか悩んでるとか頑張ってるんだよってね、いろいろお話聞いてて、そこにはね、まあアーティスト中森明菜もいるんだけど、普通の女の子もいたんだよね。で、まあちょっと言い方悪いのかな、まあ一途な女の部分が前に出てるっていうかね、っていう部分もすごい感じたんですよ。で、一方ではすごいストイックに自分を追い込んでいくっていうね、こんなエピソードがあって、タトゥーを最初に夜ヒットで歌ったすぐ後にね、ディレクターの藤倉さん経由で、アリさんにうまく歌えなくて申し訳ないです、これから頑張りますって伝えてくださいって言ってたぞって藤倉さんが電話をもらってね、まあそんな彼女のアーティストとしての姿勢に僕はすごい惹かれましたよね。何でもしてあげたいって思えたんだよね、本当に。皆さんこんにちは、ターボーです。お題は中森明菜、本日の紙の句を読ませていただきます。ゲイズについて多数の方が関わっていて、デリケートな質問だと推察しています。話しても構わないと思われるエピソードを少しでもいいので語っていただけますでしょうか。それではアンリさん、ご回答よろしくお願いいたします。またこれまたデリケートな質問をいただきましたね。うん、それでは早速下の句を読ませていただきます。ちょうどね、明菜ちゃんいろいろあった時期にディレクターの藤倉さんからこんな話聞いたんですよ。仕事で明菜のマンションに迎えに行ったらさ、リビングに一人ポツンっていてさ、まあ、カーテン閉まってたんだけど、そのカーテンの隙間から太陽がテーブルに一筋光差し込んでてね、その一本の光に手をかざして、太陽さんって暖かいねって明菜が言ってるんだよって、そんな話聞いたんですよ。もうね、それ聞いた時もいても立ってもいられないっていうかね、で当時僕が所属していた作家事務所の仲間にそんなことがあって、明菜をなんとか励ましたいんだよねって、元気にしたいよねって相談したら、みんながね、よしやろうって動いてくれたんですよ、本当に。でゲイズって、コンセプトアルバムを企画してデモを作ったんですよ。当時作詞家の今日英子さんがね、シャーリー・マックレーンに影響されてて、結構スピリチュアルなコンセプティングだったと思うんだけど、まあ、その中に水に刺した花っていうのがあって、のシングルになったっていう経緯ですね。それではアンリさん、ご回答よろしくお願いいたします。なるほど、
早速下の句を読ませていただきます。なんていうか、今の明菜ちゃんがもうちゃんじゃないけど、今何をどう感じてて、どう生きたいのか、どうしたいのかっていうことなんだと思うんですよ。でもそんなことと向き合うって結構きついことでもあるから、まあアーティストって生き様さらけ出さなきゃいけない宿命みたいなことを背負うわけでしょ。だから本当に自分と向き合って戦えないとマジきついんですよね。明菜ちゃんと作品を通して仕事現場で対峙するとしたら、まあ僕なんかも命がけで望まないとダメだからね。そこまで心身ともに元気になってくれてたら最高なんだけど、僕は無理になんて全然思わなくて、むしろそっと見守ってようよって思うんですよね。で、明菜さんへのメッセージってことですよね。明菜さん、今の今までちゃんとご挨拶もできずに、大変失礼いたしました。先日寺林さんがお亡くなりになって僕も大変ショックです。きっと明菜さんも同じじゃないかなって思ってます。まあでも僕も含め、僕なんか大したことできないですけど、明菜さんに関わらせていただいたみんな明菜さんの味方だし、ファンの皆さんもずっとずっと支えてね、受け止めているので、まあ本当にどうか無理しないでゆっくり楽しくお過ごしください。